なんともかしましい。人のことは船で騒がずにはいられぬものか。小魚の戯れと思えば可愛げもあるが、団長、貴様の心は不思議な流れをしている。澄んだ小川のようでもあり、全てを押し流す急流のようでもあり、もうしばらく見定めの時を待とう。我が力にて生まれし水神のしもべは元来おとなしいものだ。我が命もなく牙など向かん。貴様、試しに戯れてみよう。あの、ポセイドンが何か話をしたいみたいなんです。ポセイドンが？確かあいつ魔性を埋め込まれて大変なことになってたんだよな。水神たる我を愚弄したな、人の子よ。汚れた力がこの身と意志の乖離をもたらした。制裁だ。貴様らの達人、神の手により奈落へ葬ろう。あいつ、もう話せるくらいには元気になったのか？はい、こうして外に出られるようにもなったんですよ。ほら、おお、久しぶりに出てきたな、ポセイドンのやつ。んで、話っていうのは何なんだ？元通り元気になるにはたくさんのお水が必要らしくて、それでアオギュステの海に連れて行ってほしいって言ってます。そっか、どうする？ちょうど依頼は片付いたとこだけど。ポセイドンはもし元気になれたらお礼に力を貸してくれるみたいです。ポセイドンが無事に回復してよかったぜ。あの事件の時は魔性のせいですんげえ苦しそうだったからさ。そうですね。あ、この辺りでいいみたいです。よーし、それじゃあ行きますよ。ポセイドン、出てきて。懐かしき大海が忌まわしき欠落を潤す。もはや我が身の意向に一点の濁りなし。ここに水神は再臨した。ポセイドンから大きな力の気配を感じます。初めて会った時くらい。無事に治ったってことだな。よかったぜ。さて、久しいな、人の子たちよ。言葉は交わせずとも、水神の僧帽は人の子の旅路を余さず見渡していた。
貴様らがあの愚かなる帝国を下し、我がお辱の一部をすすぐに至ったこともすでに承知している。ゆえに水神は断じよう、貴様らは我が加護を授かるにふさわしい存在だと。いいな。これまで青の少女を通じて貸し与えた力など一旦に過ぎ、貴様が望むのならばこの身をもって矛を振るい、水神が水神たるゆえんを見せよう。改めてよろしくお願いしますね、ポセイドン。そうだな、お前がすげえ強いのは知ってるし、頼りにしてるぜ。よかろう、水神の意向存分に仰ぐがいい。では団長、汝が目指す地へ矛先を向けるとしよう。もう用は済んだしな、帰ったら菊手の部屋を案内してやるよ。食堂で一緒にお昼ご飯も食べましょうね。よかった、間に合ったか。うわあ、ってユーリさん、お前今日は休みの予定だっただろう。血相変えて完全武装でどうしたんだ。おお、これは見覚えのある顔だ。貴様の顔、その体に流れる血、水神の記憶にしかと刻まれている。ああ、そうだろうな。俺だってお前を忘れたことはない。ポセイドン、親父の分の制裁は俺が受けたっていい。だから島を落とすのはやめろ。謝罪だと。愚行、神は裁くのだ。もはや人の子にかける慈悲はない。行幸、水神に残された汚点が自らすすがれに来たか。おい、このままじゃユーリのやつ危ないんじゃねえか。喧嘩しちゃダメです、落ち着いてください。控えていろ団長、水神がすすぐは一つの汚点、巻き込むのは我が意にあらず。水神が力をいたずらに振るうことはない。この胸にはさざ波一つ立ってはおらん。そして愚かにも現れた人の子の胸中もまた静かなものだ。ああ、俺は逃げも隠れもしない。お前の裁きを受けたっていい。だが戦う前に一つだけ頼みがある。ふん、しばし時をくれてやる。貴様は何を言い残す気だ。帝国はすでに崩壊し、各党に駐屯していた帝国軍も解散している。しかし俺は今こそ改めて
親父がアウギステで何をしようとしていたのか知りたいんだ。なぜあれだけ正義を語っていた親父がお前に魔性を埋め込むことになったのか聞かせてくれないか。水神に語るべき言葉はない。いや、消え去ったと言うべきか。貴様の求める記憶は忌まわしき魔性の光によって覆い隠された。つまり魔性のことについてはよく覚えてないってことか。しかり。ただこの身には愚者どもへの憤怒が残るのみ。くそ、それじゃ親父のことは分からずじまいってことかよ。その通りだ。知りたくば我が記憶の呼び水たりうる供物を捧げよう。記憶の呼び水。作戦が進められていたカルナトリデになら何か残されているかもしれない。行こう。ならば解く我をそこへ導け。残らずお辱をすすぐため、水神は愚行のすべてを知らねばならぬ。わかった。俺も生半可な気持ちでお前に向き合うつもりはないからな。いざ我が屈辱の眠る地へ。資料の一つも残ってねえな。あまり役に立ちそうなもんはなさそうだな。帝国軍は自分たちの実験や行軍の後できるだけ処分する方針でしたからね。自分も紙くず一つ残さぬよう厳しく言われていました。フメルンさんにお願いして持って帰った書類を見せてもらうのはどうですか。でもよ、ここってフュリアスのやつが仕切ってたんだろう。あいつがヒゲに詳しく話してるとも思えねえな。確かに軍の中でも情報が錯綜していましたね。父のことしかり。この景色、そして周囲に漂う水の気配、確かに覚えがある。おい、目が覚めたか。気分はどうだ。意識は。人の雇用、水神を呼び起こせしは貴様か。ああそうだ、我々帝国軍がお前を見つけてきた。ここはアウギュステの地下洞窟だ。お前は水を司る聖少獣だって聞いたからな。この水ばかりの島で一番綺麗な水があるところを探したんだよ。この景色を、この砦に流れる水を我は知っている。この砦の地下洞窟にて我は目覚めた。そうなのか。でもそんなとこにつながる入り口なんてなさそうだぞ。水流れるところに我はあり、水がこの目となり耳となり、この地にたゆたう水へ尋ねれば九段の洞窟も見つかろう。しばし待て。こちらだ。水の気配はこの壁の奥から流れてきている。
行幸、我らが求めるものはおそらくこの先にある。我が禊のため解く向かうぞ団長。この筆記具や鎧用の油、帝国軍の支給品ですね。ここが帝国軍の研究所だったことは間違いないかと。しかり、我を目覚めさせた男の装いにもかの軍の紋章があった。よし、なんか残されてないか探してみようぜ。団長殿、それは研究の記録ではありませんか？これは父の筆跡です。星晶獣ポセイドン捕獲作戦の名もある。どうやら研究記録兼日記のように見えますね。確かユーリの父ちゃんがポセイドンに関わる作戦の発案者なんだよな。ならこれを読めばポセイドンがどうなってたかわかるんじゃねえか。なるほど、人の子よ、読み上げるがいい。研究1日目、休眠状態のポセイドンを洞窟内へ運び込む。どうやらかなり長い眠りについていたようだ。研究10日目、やはりポセイドンの権限に正常な水が必要だという仮説は正しかったようだ。洞窟内の湧水に繰り返し触れさせているとだんだんと反応が強くなっていく。研究32日目、実験は成功だ。権限したポセイドンと言葉を交わすことができた。ああ、そうか、蘇る。この洞窟で目覚めた時の記憶が。我の最初の記憶は周囲をたゆたう水に覆われた景色だ。幾度か我を呼ぶ声あれど、キャツラは水神を目覚めさせるに値せず。この身は加護を授けるべき人の子を待ちながら長き静寂の中にいた。しかしその平穏は突然破られた。我が名は水神ポセイドン。我を仰ぎし者よ、貴様はいかにしてこの水神を権限させた？古代の遺跡を軍が偶然見つけてな。そこから休眠状態のお前と研究の跡が発掘されたんだ。水を司り、大量の水がある場所で力を振るうと書いてあったから、ここで研究を進めていた。よし、これで基本的なデータは記録できた。研究資料にはその圧倒的な力は想像を絶するとのみ書かれていたが、こうして対面すると確かに一個正体どころか島を落とすくらいの覇気を感じるな。我が力を見ずともわかるか。大した目だ。それで貴様はこの水神にいかなることを求める？ああ、単純なことだ。ぜひ帝国軍に力を貸してくれ。その力を帝国軍のため、
そして我が国の民のために使いたいのだ。愚行、人の子ごときがこの水神を使役しようなど愚かな、あまりにも愚かな考えだ。かつても我が使役者タラント現れ身を滅ぼした愚者たちがいた。その末路は惨憺たるものだ。愚者に名を連ねたくなければ水神が手中に収まるとは思わぬことだな。なるほど。しかし答えは否だな。愚行、水神が力を侮ったか。違う。ただ私はお前の力が必ず我が国の民のため役立つと確信してるだけだ。偉い方々はお前を捕獲せよなどと言っていたが、こうして話し合えることが分かった。ならば私はお前を正々堂々帝国軍に勧誘したい。さあ、共に帝国の発展のため、我が国の民のために力を振るわないか。創造し、そして愚かな。海を煮え湯に変えんと水面に火を放つがごとく、愚行を捨てよ。水神は人のもとになし。帝国軍は支給品もろもろ完備。感謝の食堂の飯はピカイチ。ベッドも柔らかい。どうだ、帝国軍に加わりたくなってこないか。ならぬ。我には人の子の食事や寝所は必要ない。そうか、やはり私の勧誘スキルもまだまだのようだな。あまり時間はない。お前が私の言葉にうなずいてくれなければ。あるいは、ではそうだな、我と戦え、人の子よ。お前と戦うだと？しかり、人の子が水神を御すなどありえん。長き戦乱の間も我が本流を乗りこなせる者はついぞ現れなかったゆえな。しかし貴様が言葉のみならず力をもってその証明をするのならば話は別だ。貴様の力が水神の矛をしのぐならばこの考えも改められよう。勝てば帝国軍に協力してくれると。勝てばだ。そうやすやすと我を下せると思うな。貴様の帝国魂なるものをこの水神に捧げ、全身全霊をかけて挑むがいい。いいだろう。待っていろ。準備を整えてすぐに戦いを挑むからな。あの男はそれきり姿を消した。水神に力を見せるなどという虚言を残してな。そんな。代わりにやってきたのはフィリアスと名乗る男。奴は水神の身に魔性を埋め込み、そして我が魂は闇に飲まれた。貴様の父は水神を測った。故に我は裁きを下す。そしてあの者がもういないというのならば、その席は同じ血を持つ貴様が負うのだ。理解したか、愚かなる人の子よ。
様の父親はこの水神のみならず、交わした約定までをも愚弄したのだ。神との誓いを破り、天津さえ従えようとするなど、許すわけにはいかぬ。いや、そんなはずはない。父は正義を通す人間だ。お前との約束だって、帝国軍人の名にかけて違えるわけがない。きっと何か事情があったんだ。ポセイドン、覚えはないのか。知れ者が、父を盲信するあまり水神の記憶を疑うか。貴様の報じる帝国魂とやらがどれほど濁ったものだったか思い知ったであろうに。なんだと。そうですよ、喧嘩したって何にも始まらないです。もう少しお父さんの手記を調べてみましょうね。なんだこれ、なんか無理やり固めたみたいになってるぜ。これは牢の跡か。まるで何かを封じ込めているような。そうか、帝国軍にとって都合の悪い記録がここに。父は軍部の目を欺いてここに証拠を残したんです。父ちゃんの字で書いてあるぜ。どうやら父はあの作戦の危うさにいち早く気づいていたようです。聖少女ポセイドンは安易に刺激できるような存在ではなく、利益よりも危険が勝ると。そしてもっと違った交渉の道があるのではないかとフィリアス将軍に進言した。しかし、フィリアス将軍閣下は私の意見を一蹴した。むしろ計画の実行を早めろというのだ。将軍閣下はポセイドンを操る手段はあるというが、本当にそれは安全な方法なのだろうか。もしその策が失敗すれば、この島の住人、あるいは島自体にも被害が及びかねない。それにせっかくポセイドンが自ら帝国軍に協力してくれる可能性が出てきたのだ。早まった行動だけは避けるよう、フィリアス将軍閣下には今一度進言しよう。もし万が一の時は、誰かがこの記録を発見し、将軍閣下を止めてくれることを祈る。文章はここで終わっています。じゃあやっぱりユリの父ちゃんはポセイドンに魔性を埋め込むことには反対だったんだな。おそらく記述を読む限りでは、魔性という存在を父が知っていたかどうかは不明ですが、そして父は勝負の前にフィリアス将軍に直談判しに行った。その結果、おそらく。そうですね、ポセイドンの危険性に気づいたあの男は計画を止めに来ましたがね。フィリアス将軍閣下に盾ついたのが命取りでしたね。やはり父は約束を破る気など。ユリさん。なあポセイドン、お前も読んでみろよ。これでもまだ納得いかないか。我は。そうだ、あの男は我に
ああ、計測するたびにお前の力はこちらの想定を超えるな。これが聖鳥獣というものか。水神の意向に震えたか。人の子には相応だ。我は人に御せる存在ではない。かつて人の子が晩作を講じた末、我を封じた理由がわかるだろう。ずっと休眠状態か。苦痛だったろう。それは人は皆正義のために邁進してこそ生きる喜びを得られるのだからな。それが貴様がアホのように繰り返す帝国魂とやらか。お前もついに覚えてくれたみたいだな。それしか言わぬ者が目の前にいるからな。だが貴様の言うように、我は加護を授けるに値するものを求めていたのかもしれない。静謐なる水の中でたゆたう時間は好ましくあったが、水神の役割は果たせぬままだった。だからこそ我は求めよう。貴様が水神との約定を果たし、その意志とやらを見せるがいい。ああ、私がお前の加護にふさわしいと思ってくれたその時は共に民を助けよう。いやってほど協力してもらうからな。覚悟しておけよ。おやじ、ポセイドン、俺はお前に裁かれるためここに来たと言った。それはもちろん本心だ。親父がお前に対して罪を犯したならそれを償うつもりだった。だが親父の手記を読んで、俺は親父が最後まで自分の正義を貫いたことを知った。だから改めて頼む。償いのためではなく父の意志を継ぐため、俺と戦ってくれ、ポセイドン。その眼差し、やはり貴様に流れるあの男の血脈ゆえか。面白い。貴様が親の意志を継ぐというならば、機会を与えよう。一戦の容赦も持たぬ。心して挑むがいい。情熱を継ぎし人の子よ。ああ、もちろんだ。人間の意志ってやつを見せてやるよ。この水神を二度も破るとは未だ消せぬが、認めざるを得ん。貴様の父と貴様の意志を。仲良く認めはしても、この水神に刻まれた屈辱は容易に消えるものではない。しかし我は水神ポセイドン、本流をもって裁きを下す者。さればこそその裁きを正しく行うため、貴様らをしばし見定める必要がある。少なくとも戦いを通してそう考えた。じゃあしばらくは一緒に旅しても大丈夫そうだってことだな。はあ、二人とも大怪我せずに済んでほっとしました。団長殿たちも見守ってくれていたこと感謝であります。見届けるものなくば先の戦いも禊ぎにならぬ。情熱を継ぎし来よ。その魂、第三の試練が訪れるまで高潔なままに保っておけ。もし悪しき流れへと落ちるならば、我が矛は慈悲など持たぬ。ヒヒヒ、オイラたちならきっと大丈夫だぜ。なあユーリー。ああ、むしろ上等だ。
俺たち人間の正義はどの程度のものかしっかり見定めてくれよ。まあ何年経ったって俺の正義は曲がらないがな。父に似て尊大なものよ。